暴走族ギャングチーマー不良を集めた大会をして喧嘩させるみたいな。あ、俺が出る大会だな。全国の不良集まれたからなんですよね最初。でこいつ倒したら水のアウトサイドなんか出んでいいやろと思って。親はもうどこにいるかもわからんし、まあ生きとうかもわかんないですけど、刑務所捕まってるか、まあ死んでるかどっちかやと思います。やっぱ人生舐めてたんですよね。ブラザー肩組んで歩こうぜ、ほどけてしまわないように、そしてブラザー教えてやろうぜ、ヘタレにしか歌えない。